早速堂山小劇場の方へ行ってみましょうね。高崎町駅3番出口を出てローソンが見えてきましたらすぐ後ろ側の道の方へ進んでください。そうすると大きい道が出てくるのですぐに右折、右の方に曲がってください。すぐにね、分かれ道があるんですけれども気にせずにずっと直進していってください。大きなゴリラの人形が左手に見えるんですけれども、それでもまっすぐ行きます。まだまだまっすぐ行きます。交差点が見えてきても曲がらずにひたすら直進してください。我慢してくださいね。そして金光橋、扇町教会の建物前も通り過ぎていきますと、またまっすぐ進んでいくんですね。最初の曲がり角を右折しますと堂山山吉ビルというところが見えてきます。そこの1階に見えてきますのが堂山小劇場でございます。というわけで始まります、界隈堂山小劇場後編。ナレーションは私さんがお送りいたします。今立ち飲みに向かっておりますね。なんかそこにそこがなかったら商店街の栄に立ち飲みやがったんですよ。もう何じゃちありますよ。なんでうちがこんだけ立ち飲みって言ってるのかもう分からへん。ただただ飲めへんのそうそう、あの座って飲まれへんから聞いてんといて、うち座って飲まれへんから違う何やな、ザキヤンは。そういえば前、毎日稽古の後飲みに出た時もずっと立ってましたね、うん、え、座り言うてんの。いや、うち違うやん。もともと座ってる時は大丈夫なんやけど、一度立つとちょっともうちょっとあれ あかんねうちみたいな。ここもなんか大きいじゃん。大きいじゃん。これ絶品。あ、カレーやんか。これやってます。ます？やってますって書いてある。やってんねん。ちょっと撮影とか使わせてもらっていいですか。はい、ありがとうございます。意外に早かった。こちらは扇町公園を抜けたところすぐにありますカリー&カフェバーのリピジャさん。無農薬自家焙煎コーヒーやオーガニックな料理などを幅広く取り揃えているお店。夜にはバーもやっているそうですよ。じゃあ何するの。めっちゃ犬も食べるそうで。これ別にメニューではないと思う。どういうのにする。ここ日本やけどいいかな。さんちゃんは売ってません。この辺りでいいかな。はい、はい、濃厚マンゴージュースと、はい、奇跡のトマトジュースと、はい、ハートランド。ハートランド、はい、です、はい、お願いします。はい、そこで犬を捌くってこと。捌くか。ほら、これは…いや、違う捌かない。捌かないんです。めちゃくちゃでした。こんな可愛らしい車の中で。そうそうそう。どんだけキャンディー、全然外に漏れないぐらいの…防音設備。そんな車に見えるから。はい、などとアホな話をしていると、飲み物が到着。これ濃厚やった。奇跡。ちょちょちょ、奇跡。違う、濃厚です。あ、違う、濃厚、濃厚ね、濃厚、これ奇跡、奇跡いただきます。実はさ、うん、トマトジュースはあんまりやね。なんで頼むだって、奇跡やで。あ、そうやで、これで飲めた奇跡だもんね。別に嫌いではないわけ、飲めないこともないからさ。頼んでまで飲まない。いや、初めてです。美味しい。そらそらよかった。あ、これでも奇跡かも。なんかあれですよ、ね、マルチ商法とハマるタイプ。絶対ハマると思う。美味しい。ちょっと甘いのがいいわ。マジってんねん。マジってるやん。俺濃厚と奇跡がもう。マジ濃厚な奇跡が。ここ美味しい。ビールどう。いや、ビールうまいっす。ビールなんでもいいし。いやいやいや。お外でビールはいいですね。界隈。いや、いいお店でした。そこからこっちへ移動する。はい、ちょっ
すごい気になるお店でございます。アジアからイタリアへ。というわけでお三人さんは向かいの店にも。わ、もうね、香りがすごいです。イタリアン炭焼き酒場ペシェトーロさん、築40年の民家をリノベーションした雰囲気のある店内、価格もリーズナブルで美味しい料理とワインが堪能できます。大人の隠れ家みたいなとこですね。ワイン部屋ってどういうこと？ワイン部屋って、このお店に扱ってるワインですね。そこがもう空ですけど。あ、空。チーズもあるよね。チーズある。チーズ苦手なの？チーズ苦手。あ、先生言って。じゃあおすすめこう言ってね。先生、すみません、おすすめなんかありますか？おすすめですか？はい、アスパラのソテーとかね、結構ずっとアスパラ使ってるんで。あ、そうですね。すごいだと思うんですよね。あ、ごちゃごちゃ、激太アスパラ、これぐらいのアスパラ。うわぁ、それいきましょう。いっときますか。つぶ人ですね。つぶ人ですよ。若手やからあ、そこで若手卒業してない、の若手。それでは、おしゃれでしょ。飲むか。ああ、うちワインが一番好きかワインは何よりや、ワインが一番好き。ワインが一番好きや。そうです。白と赤やったら赤。赤やね。あ、そう。赤やね。家で一人でやっぱり飲んだりするの？ワインワインはあるの？どれとかある？こんなんでっせーみたいな。あ、それイタリアン系やんの。もうイタリア行ったことないけど、イタリア系のロック。さきさん、だってほら周りで、まあ、うちがイタリア系。いや、じゃあうちはあの全然なことないけど、全否定やった。あ、でもちょっとイタリアな感じ、日本人離れしたルックスじゃないですか、ちょっと最近。え、それは酒の飲み方が。なんかちょっと声のかすれ加減とかはすごく、あの環状線で言うと寺田町あたりとか。めっちゃ日本や。うん、アスパラと、あと生ハムと温玉ですね。おお、いやー、おしゃれ、おいしそうですね。あ、いいんじゃないですか。チャーハンはもうサク盛り付ける。そろそろなんか、ビジュアル的にこう、頑張ります。ええ感じに盛り。太いな。ね、めっちゃ美味しい。これすごいですよ。なんかやっぱなんや。お店の落ち着いた雰囲気とおしゃれな料理のおかげか、ちょっと大人な3人に見えてきたんですけど、先輩たち。界隈。お酒も入り、普段はおちゃらけた3人ですが、お芝居の真面目な話をしたりもします。さっきはこの前ほら2人芝居やってやんか、うん、演出家も横目なんですね、うん、その演出家ってほら、いろんな人いるやんか、どんな感じやん、ね、こんな感じ。ライバルやから。ライバル、チャーハンは横ライバル。ああ、よいや、でも、まあ、お前はすごい平常心な人やん。常に。へえ。でもそれはチャーハンの思うことやし、こうあまりこう感情的にならへんさっていうのは、うちはめっちゃ好きやなって。あ、いやいや、感情的な人がめんどくさいって言ってるわけじゃないけど。今言うたね。今言っちゃった。よっぽど絡んだことってあるの？客入れの音楽を作ったことがある。へえ。この芝居シャープテン。ああ、はいはい。マジで？そうなんや。あれ、客入り音楽僕作ったか。そう、作るって言ったらマジックラジオで、あれオリジナルやね。そうですこの前見に来ていただいて。そうです、オリジナル。あれは許可多いじゃないですか。いやー言うて始まるやつね。やりましたっけ、なんかそんな始まり。まあそうですけど、あれは僕が作詞をして一緒に出てる、まあ、原田さんというミュージシャンですけど、曲を作ってもらって。言うたら贅沢なことやね。毎回だってオリジナルでしょ。毎回1曲ずつこう増やしていって、もう増やした曲、まあ、10曲ぐらいあったな。もうそんなにある？もうアルバム作れるじゃないですか。アルバム作れますよ、アルバム作れますよ。まあ、出たもの話です。
もうありがたよ。だって僕には青空があるんだもんでしたっけ。なんかそんな感じの曲じゃないですか。あ、こんな辛いことがあったけど、でも空は青空だからハッピーだ。あ、トイレ行ったね、おい。トイレ行ったね、おい。界隈。いや、シローさんのね、失恋話をね、大体失恋を歌にするっていう話をしてたから。え、そんな生々しい切り口で作詞を、リリック、リリックかっこいい、かっこいい先輩、かっこいい、リリック、リアちゃんって、かっこいい。俺のリリックは大体そうだね。うわ、リリックイメージというか、想像だもん、かけない今のところは。うわ、もう全部生々しいやん。結構生々しいんですよ、僕は結構。じゃあ、あの歌詞は大体本気ですか。そうですね、大体本気ですね。恋愛に関しては最終的にどんな振られ方しても青空だからでもハッピーみたいな、ほとんどの歌詞が。どんな歌詞やん。一曲でええわ、そんなもん。青空を見上げたくなる。まあまあそうね、そういうのある。今度それするわ、青空見上げる。見上げる、あれ、目からなんかあったかい汁が垂れてくる。汁ってなんだよ。ドバドバ出てくるよ、でも青空なんかなんかハッピー。あ、でも C かっこいいじゃん。マジで。コーチに言うといていい。コーチに、コーチに、それは俺もコーチに歌にするしさ。お前ね、ゴジさん知ってくれたんだよね。嬉しいやん。で、ゴジとゴシカさん一緒にできるかもしれないから。うわぁ、やらしいわ。やらしいの。やらしいな。やらしいわ。なんか女の子と出会うきっかけ作ってるみたいな感じになってるやん。いやいや、そういう人嫌です、たい。え、ほな、うちも変えたらやん。あ、なるほどな。変えて、じゃあ、俊郎さんが曲作ったり変えて歌ったりすんの。そうや、お前、交換したい。いいよ、曲つけるわ。じゃあやりましょう。やりましょう。それはいいです。いいよ、見届け人に。やりましょう、やりましょう。両方とも一応録画しといてね、録画しといて、だからこれで流しちゃいいじゃないですか。え、海外で流すんですか。マジかよ。オープニングソングとエンディングソングしたらいいじゃないですか。うち歌詞が出る自信は全くないねんけど、そんなぶっ飛んでてもいい。産業しか出てないんだから、その産業をこうずっと一曲分でループでっていうのでもありよ。あとラララって言うといい。さだまさんにはルールールとかさ、オープニングソングとですね、エンディングソングができることが決定しました。いや、だってだってご期待。本当に知るんでしょうか。ラララルールールール界隈ちょっと見させてもらいましょうか。というわけで、歌の話に花が咲く2人を置いて、チャーハンさんが1人お店の奥に侵入します。いいですね。あ、広いんだ。店の表面はそんなに、敷地面積的にそんなに広くないのかなって思いましたけど、これはなかなか広いですね。これはすごいですね。へー、あ、そうなんだ。じゃああそこで結構占領しててもそんな邪魔じゃなかったんだ。しまった、急いじゃった。もうちょっといたらよかった。で、もう一個部屋見つけたんですよ。個室的なやつがありましたよ。じゃじゃん、じゃじゃん、個室あります。これでこうやったら、どうみたいな感じになるわけですね。すごい広かった。広い。違う違うね。中が。中。あ、ほんと。わあ、いい仕事してるね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。界隈。というわけで、お三人は堂山小劇場に戻ってまいりました。手また飲んでるやん。はい、着きましたね。到着しましたね。到着しました。戻ってまいりました堂山小劇場。はい、居酒屋ではない、たこ焼き屋さん。たこ焼き酒場です。たこ焼き酒場。さきさんと同じ声質ですよね。大
だいぶ焼けてはりますね。声直してくださいよ。続き読みで読んでください。続き読み、ほんまに読んでどうすんねん。先輩が目の前にいてお疲れ様でーす。たこ焼き酒場の千流さんのたこ焼きです。それはもうさっきの流れでやってるこれ言ってる。これは美味しいんじゃない。何これ、外がね、これ何これ、タコがすぐ、わさび、からし、何やろ、あうどんの出汁で溶いてるけど、あとカツオ、粉カツオ、あーおいしい、めっちゃおいしい、ありがとう。立花雄介君のお母さんが焼いてくれるんですよ。劇場の支配人はお父さんらしいでしょ。違いますか、おもろいなさい。家族系、家族系、そういう設定にしちゃえばいい。そうや、これでええんちゃう。家族劇場、宮川さんったら結婚とかする気あるんですか。なや、えあれないって言いそうだって、ないそれ。なんでそういうことまで世界発信せなあかんの。やっぱプライベートは違うわ。真っさらですよ。あなたの宮川崎ですよ。あなたの、あなたの、もうほんまにびっくりした。というわけでいかがでしたでしょうか。界隈、次回お三人はどこをグダブラするのでしょうか。というか本当にオリジナルの歌を発表するのでしょうか。ラララルルルルルル、期待せずにお待ちを。ではでは。